前回のあらすじ、年末って、忙しい。SST 方式ツバメちゃん計画、トンザ、惑星間航行船にして、今回も建造しますよ。気分は年末、今宵は年始、心ゆくまでお雑煮食べたい。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ビワマスです。今回も KSP 実況頑張っていきましょう。ということで、今回は前回の続き、ケイロスにやってまいりまして、惑星間航行船ツバメの建造を進めてまいります。燃料とかは建造してから持ってきたらいいよね。お正月からも、せめてそのツッコミは息ぴったりであってほしかったな。始まるよということで、皆さん改めまして明けましておめでとうございます。久々の収録と編集でめっちゃ心踊ってるビワマスです。お正月からもうほぼ1ヶ月も経過してるんだが、マリサだぜ。投稿遅れちゃってみんなごめんね、小笠だよ。ということで、久しぶりの系外惑星探査計画頑張っていきましょう。1月中ほとんど動画のことに頭を回せなかったからね、今めっちゃ楽しいです。2月以降は投稿ペース戻せそう。さあ、現状完全に未知数です。ってことで久々の実況していきますよ。とりあえずバレンティナには惑星間航行船ツバメに乗り込んでもらいます。RCS の操作が荒くないか。スケジュールをしてる中での収録だったから急いでたのよ。久々の収録でなまってる説は、ありよりのあり。ってことでなけなしの RCS 燃料を使ってケイロスとの距離を離します。そしてミソサザイちゃんを利用した燃料補給、結構特殊な燃料を利用するので特殊なタンクを使います。特殊な燃料、液体メタンとかか。固体水素です。これと、あとはついでに食料でも持っていきましょうか。さあ、ミソサザイちゃん打ち上げ。SSTO の操作は繊細だから久しぶりだとちょっと心配。VR、機種上げだぞ早くしろ。キャース。さあ、気を取り直してもう一度、今度は VR 忘れるなよ。そういえばミソサザイちゃんは滑走路半分で離陸できる性能がありましたね。ヒメハチドリちゃんとオオハチドリちゃんは滑走路ねいっぱい使うから忘れてたんだね。てか上昇角30度であってたっけ？まあ適当に調整したらなんとかなるだろ。ペイロードも大したことないわけだし。遠点 70km、ストリーの力で出せました。さすがカクラムジェットエンジンだな。ペイロードが軽いと上昇が軽快だね。周回軌道に乗りまして、放慢船にマニューバー。ランデブーして、ツバメちゃんの状態確認したらさあ大変。スタービング、ケイロスの人員が飢餓状態だとよ。そうかリリースするとき食料全部ツバメちゃんに渡してたんだ。早くご飯持ってってあげなきゃ。ツバメちゃんでの作業が完了してからね。で、ドッキング、燃料輸送します。無駄にグダついたけどカットなんだぜ。燃料輸送完了したので分離。なぜか濃縮ウランだけは移送できなかったのよね。稼働中の原子炉から燃料棒抜き取ろうとするからだろ。そりゃ移送もできないだろうさ。そしてケイロスとドッキング。ケイロスのみんな、差し入れ持ってきたよ。食料の移送が完了したら、ドッキング解除。再突入って思ったら最適なマニューバー1通り越してました。もう一周回って再突入だね。無理やり降下します。はぁ、普段の 2.5 倍の減速で、そのまま大気圏に突っ込みます。一気に低高度に向かうから耐熱が心配なんだぜ。再突入、開始。早速熱ゲージ出てるよ。機種仮面 RCS スラスター破損。続行します。機種側小型エアブレーキ2枚破損。続行。このまま着陸できそう。無理ですね。高度が低すぎます。鳥居で飛距離を稼ぐんだぜ。山岳上空到達。理想的な状況だな。このまま降下します。着陸直前セーブ。セーブ大事よね。左翼後方メインギア脱落。コンティニュー。内側にもう一つランディングギアがあります。これで着陸します。左右非対称な力がかかるが大丈夫か。カービン探査機マーク4で鍛えられた私の着陸技術をお見せしましょう。詳しくは系外惑星探査計画パート70から72あたりを見てね。宣伝オツ。さあ、なんとか停止できそうか。ギアのステアリングの効きが弱い。はあ、操作キー変えたまま忘れてるだけじゃないの。はい、その通りでした。ってことで回収。核燃料と食料だけ持って上がります。はい、打ち上げ開始。冷凍分離。何か爆発してるんですが、外傷なし、コンティニュー。放慢船に、ランデブー。ドッキング、燃料移送します。今度こそ生成ウラン積み込まないとね。ペイロード消滅してるんですが、冷凍分離時の爆発が原因でした。破片がぶつかるようには見えないけど、まさかの核燃料タンクデカプラー機能付きでした。事故る気満々じゃねえか。改めてドッキングして、核燃料、輸送開始できませんでした。建造時に入れるしか方法はなさそう。ぐぬぬ。数時間分の食料を輸送しただけで、他には何もできずにドッキング解除。おやつレベルじゃないの。緑にとっておやつはかなり重要らしいけどな。ケイロスのみんな、差し入れだよ。差し入れを置いたら、そのまま帰還します。今度はそのまま降ります。結局原子炉はどうするんだ。一応 RTG 積んでるから放置で攻略します。RTG、放射性同位体熱電気転換器です。
放射性物質の崩壊熱を電気にする機械だな。太陽光の弱いジュール近傍で役立ちそうなんだぜ。ただ出力が小さいのでジュール近傍でのマニューバに果たして間に合うのかどうか。電気推進系のエンジンか。はい、かなり不安ですね。まあ、何はともあれミソサザイちゃんの着陸が先です。降下角度エグいんだけど。オーバーランしそうだったからね。結構無理やり調整しました。そしてエアブレーキ展開。完全にオーバーランコースだな。回収できたらそれで OK なんです。そしてさあ、肩慣らしにムーンへのマニューバ実行。なんか弱々しくない。おかしいな、メガジュールエネルギー枯渇してるぞ。スロットル絞れば出力も安定して非推力も上がるし一石二鳥だね。すごい勢いでエネルギー消費してるよ。スロットル 1% なのに、さすがに無茶が過ぎるな。ならそれを賄うエネルギーを手に入れるまで、ビームエネルギーは時間かかるぞ。ソーラーパネル増設します。地獄の作業の予感。大丈夫大丈夫、ちょっとソーラーパネル引っ付けるだけだから。ってことで今回でカービン攻略、達成。今回攻略した天体。カービン。